今日の東京株式市場の日経平均株価は連休前の22日につけた取引時間中の史上最高値を一時上回り3万9300円台をつけました。終値は3万9233円71銭で2日連続での更新です。先週末のアメリカ市場ではダウ工業株30種平均が連日で終値の最高値を更新。この流れを受けた今日の東京株式市場でも朝方から買い注文が先行しました。また外国為替相場の円安ドル高基調も支援材料となりました。ニュースを2つまとめてお伝えしました。さてね、日経平均株価は今日も最高値を更新しました。そうですね、株高が続いてますね。でもね、ただこれ株上がってるけどなんか国民生活となんか何が直結してるのって皆さん思ってますよ。だからやっぱり株高いのそれは悪いことじゃないんだけれども、やっぱりそのいわゆる賃上げとか、物価高対策とか、ね、そういうことをやって、さらにやっぱり株でいうとね、自社株を買う、この辺に規制を入れていくとかね、もっと総合的にやっていかないといけない、だから高い高いで喜んでいてはいけないかなと思います ね。景気は後退しているように感じる一方で、株高が続くというのはなんだか不思議な感じもしますね。